熱海市の老舗写真館では、過去にスタジオで撮影をしたことのある被災者に思い出の写真を復元し、無償での提供を始めました。写真は新たな生活に一歩踏み出す被災者の背中を押しています。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。伊豆山の木谷地区で住宅が全壊する被害を受けた40代の男性です。 被災後は県が用意した仮の住宅で生活しています写真に加えデザインが整えられたこのアルバム7月の土石流で住宅とともに流され一度は失われましたが元通り復元されました自分たちのの家族がの写真がもう ないっていうのを、うん、分かってくれてて、でもうすぐにやってくれてたっていうのは本当に、うん、嬉しかったですね。このアルバムを復元したのは、熱海市清水町で創業50年を迎える老舗の写真館です。さあ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 いや。この写真館では。 先月から土石流の被災者に対して、写真の復元を無償で行っていますこうちで、スタジオで撮って、お写真を残してくれたお客様のお写真が、やっぱ土石流で全部流されてしまったんですね、でそれを僕ら、無償で全部作り直しをしようということを始めました。 スタジオ写楽では過去10年間の撮影データを保管しています撮影時に登録した名前や注文内容をもとに復元するのです仲間のカメラマンが東日本大震災で被災して本当に命拾いしたっていう経験をして2011年東日本を襲った大津波 岩手県で写真館を営む仲間が経験し学んだのは被災者の思い出をよみがえらせる写真の重要性でした五年十年で経てば例えば手ぶれしている写真ピンボケの写真であってもその一枚の写真ってそれを見ただけで思い出がわーっともよみがえってくる心のエネルギーにこの写真が役に立てればいいなと思ってます鈴木さんは 熱海市の消防団としても活動しています。ね、ここも寝っ転がってる車が。流された車、この辺、がっとありましたからね。しかし、被害が大きく、危険なため。消防団として、現場に近づくことはできませんでした。何もできなくて。ただ、本当に、現場にいるっていう時間が。ただ、ただ過ぎてく。写真スタジオとしての。 やれることっていうのはまだ他にたくさんあるなというのはもうそれはそれで分かってましたので時期が来たらやろうといつ何をすれば被災者の力になれるか生活が落ち着き始めた先月写真の復元を始めました,しまこ,たこちらの男性は土石流のあと流されたいくつかの写真が見つかったといいます ししかしそこには深い爪痕が両方2歳の時なんですけどきれいに復元されたアルバムは、前をを向くくきっかけをくれたとい,います立ち止まってしまったり、後ろを見たし向いてしまったりする時がやっぱり多々あるんですけど、大きくなってくると、<laughs> こう昔の可愛さがみたいな、うん、もうなくなったなみたいなところがあるんですけど、でちっちゃい時の。 思い出をこうやって思い出せるだけで、うん、それだけでもやっぱり前に向けるような気がします被災者にどう寄り添えばいいのか老舗写真館は思い出の写真を蘇らせることで復興へのエールを送ります